コルシカ人は、インドヨーロッパ語族イタリック語派に属する、トスカーナ系民族で、主に、コルシカ島に分布する。イタリアのロンバルディア州にルーツを持つイタリア系、コルシカ人の一族。代々コルシカ島の地主の家柄であり、元来は、血統貴族であったが、ジェノバ共和国統治下のコルシカには、貴族性がなかったため正式な貴族ではなかったが、コルシカ独立戦争の敗戦後、 シャルル・マリ・ボナパルトは、フランス側へ転向し、正式に貴族の一員となった。その子であるナポレオン・ボナパルトの第二、フランス革命後の混乱を収集し軍事、独裁政権を樹立すると、スータの戦争と婚姻政策により、領土を拡張し、イギリス、ロシア、オスマン帝国の領土を除いたヨーロッパ大陸の大半を支配下に置き、 帝国のもとに築かれた、いくつもの傀儡国家に、自らの兄弟や遠席を国王として置き映画を、極めた。だが、最終的に大仏大同盟における、ナポレオンの敗北と流刑とともに一度は没落した。ナポレオン一世の老い、ナポレオン三世の第二、フランス第二共和制大統領を経て1852年に、再び帝国を再興するが1870年に、 不仏戦争で、ナポレオン三世自身が捕虜となったことをきっかけに、帝政は崩壊し、共和制に移行し王室としてのボナパルト家は、断絶した。ありがとうございます。